皆さんこんにちは、スエレンです。ボーカルのスイとキーボードのレンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もスエラジやっていこうかなと思うんですけれども、いやもう待ったよ、待った一週間空くと、もうもう1週間空くとね、もうダメですね。もうどうなる、まあ、もうまずみんながね、うん、あのジンマシン出ちゃうリスナーのみんなが、リスナーのみんながね、もう1週間はダメ、空いたらスレラジ危ない、したくて危ない、世界が危ない世界が危ない、マジで。そんなコンテンツになってんだスレラジって。そう、毎週ねやりたいんですけど、まあ、今週は1週間ぶりということで、1週間ぶりということで、はい、4月に入りましたけれども、いやー入りましたね。レン君、レン君の近況というか、はい、いやー春だね、春だよね、春ですよ。もうあったかいね、あったかいですね、うん、いや来ましたよね。終電間際オンラインのツアーとかも、ね、あーそうですね、あのツアー何8公演ぐらいあるのかな多分、うんうんうん、はい、結構いろんなとこもあるんで、まあ、もしなんか興味ある人いたら、あの全然見に来てほしいなと思うし、はい、あの YouTube であのはるちゃんっていうアーティストがね、うんうん、いて、まあ、その子がボーカルをやってる、まあ、グループ、うんうん、終電間際オンラインっていうのはまあグループなんですけど、はいはい、あのツアー今回ってますんで、先日初日がありましたというところですね、はい、ちょうど、はい、私はあのインスタグラム、はい、個人アカウント開設しまして、はい、ちょっとソロの、はいはいはい、プロジェクトスイカンザキという、はいはい、ものを、立ち上げさせていただきました、ね、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、桜フォーリンダウンという、はい、シングルが、うん、リリースされましたんで、ぜひぜひ。これスイカンザキはどうしたの急にニヤニヤしてんだニヤニヤしてんだ、急にスイカンザキ。いやいや、なんかさ、やっぱそういう名前だったのかい。あ、いやいや知ってんじゃん、神崎スイさんだった。ああ、神崎スイと思っていただいて大丈夫です。あ、ね、まあまあ、うん、神崎っていう、まあ、はいはいはい、本当の名前と、うん、まあスイと、まあ、ちょっと神崎って名前好きなんですよね。かっこいいね。あ、嬉しい、あ、肯定してくれた。いやいや好きだよ俺神崎っていう、かっこいいと思ってるよ、名字。うん、まあ、だからなんかせっかくなんで、ギャップがあるけどね、ちょっとちょっとね、名字とね、おおお、あなた自身なんかちょっとミスってんな、やっぱりやっぱりなんか入れてくるなそうそう、まあでもまあせっかくソロやれるっていうことで、はいはい、まあ一個そういうのをやらせていただいてますね、うん、まあ皆さんぜひぜひ、いや聞いてください、皆さん、ね、聞いてください、ぜひね、そちらもよろしくお願いします、うん、ということで、これだから俺はあれだ、うん、神崎って呼んじゃってもいいんだ。まあだからさ、難しいよね、もともとずっとそう呼んでたじゃん、うん、俺のことなんか、まあ、基本はそうです、そうそうそう、うん、まあでもスイレンの、まあ、時にはスイなんかいいんじゃない、まあね、そうだね。でもだからもう うん、あれよ、あの楽屋とかでは別にいいんじゃない、ペロっても大丈夫ってそうそうそう、やっちゃったってやっちゃったっていうのはないね、まあ、今まであったもんね、そうそうそう、あってあのちょき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 そう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 それはないよって、はいはい、そうそうそう、わかりました、はい、私は引き続きスーパーキーボーディストレンとしてやってきます、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、お願いします。ということで今回ゲストをお呼びしてますけれども、はい、4月の30日に、ネイキッドノートボリューム2ということで、グリッドアット渋谷にて、はい、一緒に出演していただきますアーティストの一組、はい、タカタカさんを、お呼びして、ね、来てくれるんだ、来てくれるんですよ、楽しみだね、ちょっといろんなね関係値があったりするからね、そうなんですよ、ね、そうそう、はい、僕ともレン君ともそれぞれあったりするんで、はい、そんなね、関係値とかいろいろ話が、はい、いろいろこれあのだって、うん、ユニット名の由来とかも聞きたいよね、確かに ね、なんでタカタカなんだろうね、うん、俺結構いろいろあの聞けてないことが、ね、まあ、僕の予想は、うん、高橋さんと高木さんみたいなことだと思う。待って待って、めっちゃ普通の予想だったけどみんなそう思うよ。あ、みんなそう思う。どうすんのこれで本当に普通にそうだったらさ。いや、のフラグを使う。あ、フラグを使って悪いやつだな。まあ、あとそんな感じで、まあ、そんなの調べとけよって話なんで、いや本当そうなんで、ゲストさんのね、そうですよ、そんなのね、いや知ってますよ本当は、いや知ってるんですけどね、はいはい、まあ、ということで、はい、ゲストコーナー楽しみにしていただければなと思います、はい、改めまして今回のゲスト高高さんに来ていただいております、よろしくお願いします。よろしくありがとうございます、お願いします。お久しぶりです、めちゃくちゃ久しぶりです。どれぐらいぶり、いやもう何年ぶりとかいうレベル、あマジでそうなの、うん、何年、あのマジで歩むくんとは一回サウナ、あそうだ一回サウナ一緒に、一緒に行ったわ、あ、じゃあ一応そういう関係値なんだ。そうそうそう。あの、裸のって意味ね。裸のって、なんか。ネイキッドノート。ああ、ネイキッドノート。そうそうそう。そうなんですよ。まあ、ちょっとじゃあ、プロフィールのご紹介させていただこうと思うんですけれども、はい、これまで様々なバンドを経験した高瀬さんと、
高田歩夢くんがたどり着いたエモーショナルアコースティックギターボーカルデュオ、スラム奏法やエフェクターを駆使したオーケストラサウンドに異質な二人のボーカルワークが絡み合い、繊細かつ大胆なうねりを生み出す、音楽ファンは元よりもミュージシャンや関係者からも高い評価を得ている。2017年、高田か初のワンマンライブを、マウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャー、現渋谷プレジャープレジャーににて開催し、ソールドアウト。2019年にはやいここと矢井田ひとみさんの、ミニアルバムへの制作に携わり、ライブでもコラボアーティストとしてライジングサンロックフェスティバル2019 in エゾや、カウントダウンジャパン、などの大型フェスにも多数出演し、テレビ朝日ミュージックステーションなどのメディア出演も果たす。すごっ。そうなんですよ。M3 だの？ M3 レッカーさん。違う。すごくないですか？すごいよね。タカタカとして出たんですか？ M3。すごくないですか？バックコラボバックでが、そのとか。はいはいはい、はい、みたいな。あ、なるほど。コラボみたいな。すごいコラボみたいな。うん、そうなんですよ。で、2020年、20th anniversary 矢井田ひとみライブツアー Keep Going にてタカタカでツアーサポートを務める。2022年異例の6ヶ月連続ワンマンライブを完遂。そして今年来たる。4月30日、グリッターと渋谷で開催されるネイキッドノートミュージックハズノーボーダーズに出演決定ということで、スイレン、我々スイレンと、ハロースリップウォーカーズさんと、モッサさん、ネクライトーキーのモッサさん、ハロースリップウォーカーズの、ボーカルの、シュンタロウさんとナルミさんと、そしてタカタカの、4組出演のライブイベントに、クソ楽しそうじゃん。出演いただくということで。クソ楽しそうじゃん。お願いします。楽しみ。そうですね。クソ楽しそうだよ。いやー。めっちゃちゃんと紹介してもらって。ね、ありがとうございます。プロフィールがすごいっすね。もうかっこよさそうな。かっこよさそうな。良さそうっていうか。出してないんです。あ、出してないんだ。ちゃんと調べてくださって。あ、大丈夫でした、このプロフィール。あ、全然。素晴らしい。勝手に読ませていただいて。逆にこれ使います、今後。いや確かに逆にね、検索の仕方が上手。あ、これって何？タカタカの、ホームページとかからの抜粋じゃないの？え、違うの？あ、抜粋。喋っちゃった。スタッフが喋りました。じゃあ、あなたたち使ってるじゃないですか、このプロフィール。ちゃんとこう、掴むとこが上手いなと思って。あー、なるほど。じゃあ、ちょっとかいつまんで。かいつまんで。いや、でも、プロフィール僕聞いてて、めちゃくちゃ興味湧きましたね。どんなサウンドなのかなと、どんなライブなのかなって、本当に興味湧きましたね、すごく。そうですね、結構その、タカタカとはね、実は僕は、まあ、この詩が、つに、はい、スイ神崎として、はい、まあ、ソロプロジェクトもちょっとやらせていただくことになったんですけども、はい、まあ、その、神崎時代というか、まあ、僕の昔の活動からね、ずっと一緒によく対バンしてて。そう思ったら結構長いっすよ、ね。結構長いかもしれない。7年ぐらい。かな。ジャスト。まあ、その、初めて知り合ったのとかは、だからもうすっげえ昔な記憶がある。確かに。で、結構そのお互い独特なスタイルでやってたじゃないですか、うん、いわゆる普通の弾き語りとは違う、はいはい、ではない感じがから、うん、僕もそういう感じだったし、はいはい、タカタカもそうだったから、なんか結構一緒になることが多くて、うんうん、でスイレン始めて、まあ、僕らも2人じゃないですか、はい、うん、ユニットで、うん、でまあ、タカタカも2人でっていうところで、うん、はい、なんかちょっといつかこういう日がなんか来たらいいなってなんとなく、うん、勝手に思ってまして、はい、今回まあ、ネイキッドノート、ボリューム2ということで、まあ、東京でね、アコースティック企画をやるということだったんで、ちょっとぜひタカタカにも出てもらえないかなということで、実はお声掛けをし、今日のラジオも出演いただけるという経緯なんですけども、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、もう全部急遽でね、本当に急遽ライブにも、そして急遽配信にもみたいな感じで、うん、どんどん決まって、今日に至ってるんですけども、本当にありがとうございます。はい、じゃあ、お二方、ちょっと自己紹介は、それぞれもね、やっぱ知りたい、メンバーどんな人なのかなって、みんな知りたいと思うんで、ちょっと簡単な自己紹介を。簡単に。はい。はい、じゃあ。自己紹介苦手。譲り合う男たちっていう。自己紹介。じゃあ、私、高瀬、涼介、ボーカルギターは、はい、群馬県出身で、ございます。そして、まあ、アコースティックギターを弾きながら歌う、はい、でウサギを飼ってまして、おお、自己紹介、あれ違う、全然合ってます、合ってます、全然合ってます、全然合ってます。で、まあ、ウサギとの、生活を楽しんでるっていう感じでございます。なるほど、よろしくお願いします。そう、高瀬さんはこのタカタカのどっちなんですか？前半ですか？前半のタカですか？後半のタカです。後半です。後半なんですね。
そうなってくるとでも僕も後半なんですよ、はい、あ、なんだよさっきからさ譲り合うこの装飾系ユニットみたいなセット切りたくない、めちゃくちゃ譲り合うじゃないですか。なるほど、まあ、じゃあどっちも後半ってことで、どっちも後半で、めちゃくちゃ面白いですね、はい、あゆむさんの方から、はい、たかたかでギターボーカルを担当してます高田歩と申します。普段はたかたかやりつつサポートギタリストとしても、まあ、ちょっと活動させてもらってますね、うん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 、趣味はキックボクシングです。おお、怖い、目つき変わったな。怖い趣味キック、昔やってましたっけ。やってなかった、やってなかったですね。ここ1年2年ぐらいで、はあ、でももうそれをやってるってことは一般人に暴力はダメですよ。もう確かにもうリングの中で、そうです、もちろんです、もう確かに確かに一般人に手を挙げたらもうダメです、やってる人今はね、もう、はい、今もちろんもちろん経験者はダメです。だから俺たちがどんだけ失礼を超えても殴ることはできないそれをしてしまったら格闘家としてもダメです格闘家です確かに、いやそうなんだ、ね、でもちょっと今プロフィールと高田さんはあの歩さんの方ですね。あ、歩さんの方ってか高田さん紛らわしいから、高しか一緒じゃないから高田さんで大丈夫だけど、まあ、歩夢君、歩夢さんはだからあのサポートとかもやられてるというちょっと僕と近いというかね。そうだね、はい、役割もそうだと思うんですよ ね、確かに、多分レン君と歩夢君の役割が、はい、まあっていうか昔から知り合いなんですけどそうだね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、なんかあのサポートミュージシャン界隈というか、そうですね、だからまあ、 あのすごい言ってしまうと、その僕が昔あの僕もずっとサポートやってた、まあ、これはいつも言ってますけどキーボードやってたじゃないですか、うん、で、まあ、その時にお世話になってた先輩のミュージシャンたくさんいますけども、うん、まあ、その中の、 あの、まあ、一人にですね、まあ、ギタリストの方がいて、うん、まあ、その人のアシスタント、あの、はい、歩くんがやっててとかそういう関係値があって、そうなんですよ、はい、そうなんですよ。じゃあいろいろのやっぱりこうつながってる部分が結構あったことありますよね、スタジオであったりとか。あ、そう、うん、そう、結構ありますね、はい、挨拶して、はい、ありますよね、はい、いや、そんな二人ですけれど、はい、まあ、なんかあの二人組っていうところとか、うん、あのいわゆるその僕ら二人組でやってるじゃないですか、はい、スイレンも、はい、高々も、はい、だから、うん、活動する時もライブする時もなかなかこうフルバンドでやるとか難しかったりする。まあまあね、うん、まあまあ、でもかといって普通のいわゆるこうシンガーソングライターというか弾き語りっていう対バンとかに入ってもちょっと俺たちって浮いちゃう。まあまあまあ、じゃあ高々は高々、うん、できっとそうだと思うし、スミレも多分そうだと思う。要するにソロで動いてる人ってことでしょ。そうそうそう、そうだよね、ちょっと違うよね、ちょっと違うっていうところで、なんか結構その、まあ、僕らあの高々とスミレ音楽性はねそれぞれまたあの違うと思うんだけど、うん、でもなんか抱えてる悩みと か、 あ、なんかその活動していくことのこうなんていうの、もなんかこうどうしていこうみたいなこととかは、うんうん、なんか共有できることが実はいっぱいあるんじゃないかなと思って、そんな話を したいんだ、そんな話もしたかったりとかしてここにあの実は呼ばせていただいたりもしたんですけどはい、はい、何でもまあ一応先輩ですから僕にとっては、だからちょっとまあちょっといろいろ聞きたいこととかもございまして、はいはいはい、でも意外とそのたかたかと昔から知ってるんだけど聞けてないこといっぱいあるなって、あの今回ラジオをするのに何話そうかなって思って、うん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 、そもそも結成って、はい、そのどういうふうに結成したんですか、たかたかって。結成はもともとこのたかたかの2人になる前に、うんうん、この相方の高瀬と、うん、高瀬含め5人組のバンドをやってたんですよ、もともと。でそれが2年ぐらいやったのかな、それで解散しちゃって、でこれからどうしようかみたいな時に、うん、この高瀬が弾き語りでライブしないかってライブハウスの人に誘われたんですよ、うん、あとそのバンドでは高瀬さんは普通にボーカルだったし、あ、そうです、なんならドラムとかベースとかもいた普通のバンドだったってことですよね。普通のバンドで僕もギタリストでみたいな、はいはいはい、で高瀬が誘われて、はい、一人じゃ怖いからって、うん、めっちゃダサいです。大体の時ちょっとあのちょっとあの後ろ向きなんですね。ちょっとこう、はい、ちょっとね、はい、確かに。でそこでちょっと一緒に来てくれやみたいな感じで、はい、なったのがあの始まりですかね。じゃあそのライブはあのサポートで、要するに高瀬さんのソロ名義をちょっとサポートするみたいな感じが入ったんですか最初。そういうわけかな、そういうわけでもないですけど、もうそのサポートって概念もわからないぐらいだった。じゃあもう、ね、2人でライブやるぜみたいな、ね、ノリでってことですね。僕もそのユニット名っていうか
バンド名も知らずに、はい、まあ、会場入りして、うん、おお、じゃあ自分がなんていう、どういう表記になってたんですか、それは。それが高々やったんですよ。あ、それが高々だったんですか。ええー、自分たちで決めたんじゃないの。何その話。あ、決めたの。俺がその、いや出してないでしょ、紙当日、うん、そのバンド名を書く紙あるじゃないですか。はいはいはい、あれを当日なんだ。当日それで思いついてそれを書いたんですよね。はい、すごー、すげえ。あ、じゃあそれはそのまま今もユニット名になってる。あ、でそのまま。すっごい。めちゃくちゃ適当じゃないですか。確かに。めちゃくちゃ適当だよね。うん、パッと思いつきで。そうですね。なんかアコースティック界隈もあんま出たことなくて、いわゆるそのよくあるそういうなんかね、名前あるじゃないですか。同じメンバーの名前を取るみたいな、はいはいはい、あります。まあ、芸人さんとかでもね、よくあります。でちょっとそれを、まあ、参考にしたというか、はいはい、その場の思いつきですね。そうそうそう。あ、そうなんだ。そのでもそのあの付け方面白いですね。その由来は結構面白いですね。面白いですね、面白いですね。しかもそんな風に決まって、でそのまま何の違和感もなくこうずっとやられてきて、何の違和感もなく、まあでもなんかね、途中で先輩には帰ろ帰ろって結構言われてる。2年目ぐらいまでは名前がダメだった。いや、めちゃくちゃ、俺めっちゃいいと思うけどな。キャッチーだよね。めちゃくちゃキャッチー。ただちょっと芸人さんかなってなる。確かに。だから音楽ユニットとしては確かに。でもめちゃくちゃいいあのユニット名だと思います。なんかおばあちゃんには今までで一番いい名前って言われて。そうなんだ。覚えやすい。覚えやすい。覚えやすい。めちゃくちゃ覚えやすいです。でもそっか、全身のバンドがあるから今のそういう音楽性というか、やっぱりなんか音楽のそのメロディーとか、うん、あの、まあ、やっぱ結構ボーカル目線で話をしちゃうと、やっぱ歌のメロディーがやっぱりそのロックバンドとか、はい、まあ、あと洋楽とかそういうのに近いなと思ってて、うん、やっぱね、礎は、礎がそこにあってのはロックなんですね。ルーツみたいな、その2人の音楽のルーツとかそういうのってどうなんですか。その学生時代から一緒とかなんですか、そのそもそも。うーん、場所は離れてたけど同じのは聞いてましたね。場所はあの話してみると、さっき群馬っておっしゃってたじゃないですか、はい、高橋さん。あの歩くんはどっちなの。滋賀県なんですよ。あ、滋賀県なの。はい、上京して出会って、はいはいはい、そう。歩さんとどっちから聞こうかな。歩さんの音楽のルーツっていうのは、ルーツっていうほどのあれもないんですけど、うん、まあ浅いです。え、じゃあなんで広い広くないな。でもギターを始めたきっかけは、ギターを始めたきっかけはこれ信じてもらえないんですけど、家の廊下歩いててギターがかっこいいって思ったんですよ、ふと。振ってきたんですよ、マジで。ギター置いてあったとかじゃなくて、何にもなくて、何もなくて、音楽関係の人誰もいなくて、いなくて、なんかふと振ってきてなんかマジなんかやってますやってないやってないやってない、急にやりたいと思って音にちょっとやりたいですっつって、はい、で買ってくれて、クソかっこいいじゃないですか、はい、それ何歳の時なんですか。それは小学校 5年生。そんな早くなんだ。あ、それなんか見たな、その時。え、どういうこと。いやいや、あゆみさんなんか見ましたね、その時に。あー、確かに、はいはい、だこれスーパーロッカーの発言だよね。確かに、そう。M ステに立つ自分を見たのかもしれない。クソかっこいいじゃないですか。だから憧れてる人とかはそんないないというか。はあ。え、高瀬さんは音楽のルーツとか。ルーツはあのアメリカで、はい、あのメタルとか流行ってた頃に、はい、あのインディーズでハードコアパンクみたいなのが流行ってたんですよ。あ、うん、でそっからなんかあのエモっていうジャンルが出てきて、はいはいはい、なんかそっからその派生を聞いてなんかスクリーモとか、うんうんうん、割と激しいジャンルの音楽聴くようになって、で学と高校生の時にそれまでバスケットボールをずっとやってたんですけど、やめちゃって、うん、確かに背高いっすよね。確かに、うん、179cm あるんですけど、うん、でなんかこう打ち込むものは欲しくてギター始めたぐらいの感じで、そうなんですよ、スポーツから音楽スッと移行したぐらいの感じでしたね、最初は。それは歌は歌ってたんですか。最初は歌ってなかったですね。じゃあギターから入ってるんですね。ギターを1年ぐらいやってましたね、ギターだけ。あ、でも確かに絵もスクリーンも感じるっす、歌のメロディー。僕も絵もとかスクリーンも好きだったんで、うん、なんかメロディーにやっぱ、え、曲作りってどうしてるんですか、タカタカって。スタジオセッションが多いですね。あ、2人で、うん、でもじゃあどっちかが作るっていうよりは2人で入ってそこで生まれるの方がやっぱ早い。そうですね、なるほどね。はあ、じゃあ歌のメロディーはやっぱ高瀬さんが書い
まあ、作ってるとか歌ってる、適当に歌って広げるみたいな、うん、そうですね。いやでも感じます、絵もスクリーも、うん、僕もだから すごい好きです好きです通ずる部分が、あゆむさんが歌うこともあるじゃないですか、はいはいはい、なんかイメージ、僕のイメージ勝手にそのメインボーカル高瀬さん、サブボーカルぐらいに、あ、そう、コーラスってわけでもない、あ、そうなんですね、うん、コーラスってわけではないんだ、ない、7対3ぐらいで、ね、8対2か7対3ぐらいで歩夢さんが歌ってるような感じがあって、はい、それは例えば1曲の中で A メロ高瀬さんが歌う、はい、B メロを今度歩夢くんが歌うで、サビ一緒に歌うみたいなのがあったりとかもするんですよね。そうなんですね。なるほどなるほど。あとなんかこうリフレインみたいなところが、あの、はいはい、ね、歩夢くんが歌った後に高瀬さんが歌うとか、掛け合いみたいなのがあって、あの歩夢さんが歌ってるパートはどっちが作ってるメロディーなんですか。最終的にでも自分で歌うとこは自分で考えてるかもね、歩夢が。かもしれないです、うん、結構自由なんだ。なん、うん、結構あの曲によって結構変わる、うんうん、まあ確かに、うん、こうもうメロディーがあって、これは俺が歌った方がいいんじゃないかみたいな風にやって変えていく時もあれば、うんうんうん、じゃここはちょっと俺適当に歌って作るわみたいなことあったり、うんうん、パズル感覚ですね、そうです、うん、サビはこう、サビメロはこうしたいからこれ歌ってほしいみたいな、うん、かなりフレキシブルな制作の仕方ですね。確かに自由度がかなり高いというか、はい、そうですね。確かにその2人組じゃないですか、うん、これねすっごい聞きたかったんですけど、はい、2人組を長く続けるコツ、いつもお前2人組の人さ出てくると必ず聞いてるけど、そんなにあの長く続ける自信ないの。バンドにも聞くし、バンドにも聞くんだけど、いつも聞いてるよ。いや僕たちまだほら初めてさ、なんか俺そのイメージすごいあるんだけど参考にしたいという。いやなんかやっぱそのなんていうの、バンドってさ、うん、あのそれこそ先輩のレジェンドバンドとかのドキュメンタリーとかもやっぱ僕好きだから見るんですけど、うんうん、やっぱその、はい、それぞれみんなこうメンバーとの向き合い方とかがやっぱ違うじゃない、うん、それって音楽との向き合い方向き合い方もそうだし、うん、人としての向き合い方とかも全部違うけど、なんかこう正解はやっぱないのかなって、はい、でもだからいっぱいデータが欲しいんだよねあでもいいことだと思うそれは、たかたかは何年ぐらい今やってらっしゃいますか。今年で11周年です、はい、めっちゃやってるっすね。長いね。長いっすね。長い長いっすよね。長い、今まで何かやってきた中では一番長いっすね、自分の人生の中では、うん、いやすごいっすね。11年続くのは本当すごいと思いますね。すごいですよね、はい、どうです、こう秘訣別にそんなことはないのか、もう別に、うん、ありますか、なんかな、いえあるかな、そんなに考えない。あでもそうだ、でもなんかそういうな気がする、うん、気づいたら、あ11年経ってたみたいな。そうかもね、うん、確かに、ね、なんかもう家族みたいなもんっていうか。あでも分かるわ、うん、分かるわって、レン君これなんか気持ち悪かったら、ね、俺全然家族みたいとは思ってない。いやいい意味でね、うん、でもね俺はちょっと分かるんですよね、うん、友達以上家族未満みたいな感覚、もう11年も一緒にいたら。でもねちょっと分かりますよ、もうまだ僕ら 3,4 年しか経ってないですけど、うん、しかもなんかただの仕事仲間ともちょっと違くないですか、うんうん、音楽ってなんか。そうですね、うん、なんかでも11年やってると、うん、なんかこうタームが何回かあって、最初の2年ぐらいは結構あの自分が焦ってというか、うん、こう前のめりだった気がしますね、はい、その活動に対して、活動に対して、うん、でまあなんか、はい、あれしてほしい、これしてほしいみたいな、うんうんうん、で3年目ぐらいからになってくると、意外とこう相方の方が自分より優れてる面をが見えてくるというか、うん、で委ねた方がいいなっていうのが見えてきて、うん、で6年目以降ぐらいからは諦めみたいななんか別にちょっと人をコントロールすることはできないっていうような結論に至って、だからそれが例えば自分のスピードでやることが正解じゃないというか、うんうん、2人でこうその距離感を詰めっていくというか、うん、精査していく、うん、で今はそれがもうそれも考えずにできるようになってきた感じが今かもしれないですね。なるほどなるほど、うん、なるほど、なるほど意外とそうい こうところはじゃあ高橋さんの方が敏感にこうその考えてる、うん、振り返るとそうですね、振り返るとそうかもしれないですね、うん、僕はもうほんま好き勝手やってきたというか乱暴者乱暴者乱暴者かもしれない。でもそのターンをね言語化できるっていうのはあの
多分そう今おっしゃったようなことって結構何人でもそうなんか俺通ずるなと思ったんですよ、うんうん、聞いてて何でもそう、うん、最初はやっぱりこう自分が頭でっかちというかこうしたらしたいっていうのね、はいはい、何か始めるときは必ずそうじゃないですか。確かに確かに。やっぱり最初っていろんなことになんか多分興味あるし、うん、いろんなことやってみたいしもっと大きくしてやりたいとか、うん、もっと何々してやりたいっていうのがバーってあって、はい、でそれがちょっとさこう周りが違ったりすると、はい、ね、気になってとかってそうあって、でそういうところから始まるんだけど、でもだんだんやっぱりそんな思い通りにいかないぜってなってってみたいな、その何でもそうですよね。多分やっぱりそうなんだろうな、ね、うん、多分みんなそういうのがあって。うん、続いたり続かないそうだと思います。確かに。でもその途中でぶつかっちゃうんですよ、やっぱり。やめちゃう人たちって。いや、そうですね。必ず。うん、やっぱ合わない、馬が合わないのもそうだし、例えばその見てる景色とか目的が違うっていうのもそうだろうし、でもそれでもやっぱり11年続くっていうのは多分すごく相性がいいんだろうなって思いますね。はい。なんかその、まあちょっと、変なこと言うと、うん、そのタイプが全然違うんですよ、2人の。はいはい、性格、はい。まあ、その人間性というものは違くて、はい、あんまり自分のプライベートな周りにもこう歩むみたいな人あんまりいないんですよ、はいはいはい、で僕の周りにもでもいなそうで、まあ、その逆にその成長させてもらった部分もあったというか、うん、自分にないものがないものがあって、でまたそういうようなタイプの人になった時もなんとなくこの接し方わかるというか、あ、歩みはこうだよ、近い人がこうだからきっとこうだろうなっていう、まあ、結構熟考タイプというか、はい、僕は結構思いついてポンってすぐ言葉出るタイプなんですけど、はいはいはい、あゆく結構慎重なんです。そうそうです、考えて、だからメールとか LINE の返信も遅いけどちゃんとしたものが返ってくる、まあ制作とかで、はいはい、ちゃんと考えたいって、そうなんですよ、考えたいですね。だからそれがまあちょっとやっぱキャラクターは違うなっていう、なんかカップルみたいですね。いやいや、アイム君が女の子なんですよ。確かにね。やっぱり女性で例えばちょっとこう頭の回転とかその処理速度が少し遅くて、例えばですけどね、で高瀬さんは結構ガツガツこう行くタイプで、でああいうパン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 こう言葉も出てきてっていうところでこうやきもきしながらも二人で二人三脚歩んでいくみたいな。あ、わかる、そのそういうわかる、そのパターン。うん、でもやっぱ違うってなんかいいことなのかもなって、うん、俺もなんかすごい思うんですよね。こう、うん、似てる2人とか近いものだとやっぱ近いものしか出てこない。まあ難しいですね、うん、そうかもしれないですね。俺とレン君もやっぱ全然違うんで、うん、やっぱなんか、うん、互換性はあるのかなっていうのはすごい思うんですよね、うんうん、だからやっぱいいのかもしれない。いやでもなんか俺今その話聞けてすごい良かった。あ、本当に。やっぱターンとかでね、感じ方も変わるんだなとか、うん、変わる。いやそれそうだよね、でもね、いやそうですよ、うん、いやということで、はい、たくさん話してきたんですけれども、うん、意外ともう喋りまくってましたよ。マジで。早い。いや意外とそんな喋ったもん。そんなに喋ってるんですよ。意外と。なんか全然まだまだ話し足りないな。そう話し足りない。まあでも、またね僕ら、はい、4月の30日に、はい、居酒屋で。違う。ミュージシャンだよ俺たち。あ、そうか。びっくりした。俺たちミュージシャンだからさ。4月の30日に渋谷グリッドで、はい、対バンということで。はい。まあ水蓮としてはね 初ですけど。そうですね。いや本当楽しみにしてますけども、たかたかはどんなライブに意気込みとか聞いてもいいんですか。意気込みですか。意気込み言いましょうかね、じゃあ、まあ僕らはアコースティックギター2本と2人の声で、うん、もう2人でもうガチガチの勝負で行くので、うん、ちょっと勝負感覚でちょっと挑みたいなと。ああ、いいですね。いいですね。でも必ず対バンの方とその配信、僕らは今までも、ね、やってきてるんですけど、必ずやっぱりそういう話になりますね、はい、やっぱり勝負だからっていう、うん、ライブはね、それはそうですね、負けねえぞっていう、うん、はい、思ってます、はい、ありがとうございます。高瀬さんはどうでしょうか。そうですね、やっぱりそれこそね、スイともかなり久しぶりに一緒にやる、うんうん、なのでなんかね、成長した高々を、まあ、見せたいっていうのが、うん、あ、うん、いいっすね、かなっていうのが、はい、うん、はい、俺も成長した自分見せたいもんな。わかるわ、わかります、うん、すっごいわかります。いや、また一緒にやれるの本当に嬉しいな。いや、こちらこそよ。いや、本当よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。めちゃ楽しみです。いや、めちゃ楽しみですね、うん、いや本当ね、でも皆さんグリッドのこのライブ、まあこの間対バンしたハロースリップフォーカーさんの2人、そしてネクライトーキーのモッサさんと、もうめちゃくちゃいいメンツで、うん、タカタカも出てくれてっていう、はい、もうかなり面白いイベントに多分なると思うんで、うんうん、もうこれぜひ皆さんスケジュールをね
合わせて。合わせて。はい。来ていただきたいなと思います。はい。ぜひ来てください。はい、ということで、たかたかからは何か告知というか、お知らせしたいこととかありますか？いいですか？はい。もちろんです。もちろんですよ。はい。我々、今年11周年ということで、はい。今年の11月11日にですね、はいはい、渋谷の WWW というところでワンマンライブを開催します。はい、でそれに伴い、はい、実は4月28日、はい、2日前ですね、このライブ2日前に吉祥寺のシャッフルというところで、はい、お昼にフリーワンマンライブを実は開催するんです。はいはい、実はフリーワンマンライブっていうのはつまり、はい、ちょっとややこしいんですけど、このライブに来てくれたらダブダブのチケットあげるよみたいな。くれんの？マジっすか？すげえ。もらえちゃうんですか？お金かかります。どういうことですか？どういうことですか？どっちだ？難しいっすよね。難しいね。どういうことだ？ダブダブのチケットその日から発売なんですけど、はい、それを買ってくださった方は4月28日は無料で招待しますよというシステム。なるほど。じゃあダブダブのワンマンのチケットを買うと漏れなくシャッフルのライブが無料でついてくるっていう言い方で、そういう言い方で合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 。まとめ方が違うな。論理的思考の論理的思考の鬼。わかるやん。どう考えてもそうやん。今の話は。だダブダブだ2回見れるよってことやね。そのダブダブのチケット代で。これは皆さんお得ですよね。だからタカタカファンの皆さんももちろん今日ね初めてタカタカに出会って。曲を聴いていいなと思った方も、ダブダブのワンマンのチケットを買い、まずシャッフルに見に行き、ね。でもなんかあれだな、いいな、それな。いや、いいな。いいよね。見れちゃうんだな、2回な。見れちゃうんだ。それはファンは嬉しいですよね。喜んでもらえたらなと思って。うん、はい。いや、いいですね。ありがとうございます。そのワンマンはどういう、編成とかはどういう感じとか言っていいんですか？両方ですか？ああ、いや、どっちかとか。もう基本的にはもう2人で。あ、両方とも？はい。すげえ。だから、高田さんはやっぱそのスタイルなんだね、基本的には。やっぱりもう、サポートとか、バンドでとかっていうよりも、2人で見せるっていうことに結構、思っておいてるらしいですね。そうです。でも意外とね、2人で、もう十分。僕は高田のライブいっぱい見たことありますけど、うん、はい、十分こうリズムがあったりとか、うん、そのなんていうの、バンドと2人、バンドが並んでて2人だけで出てても全然やれる音楽やってますよね。うん、ありがとうございます。うん、ぜひぜひ皆さん、ね、なんかね、1曲ぐらいコラボしたいですよね、うん、でもね。確かに、ね。せっかくだからね。あ、そういうのもやりたいですよね。確かにね。うん、いや、俺でもそうなんだよね。俺、歩くんのギターとレン君のピアノとか、うん、なんか見たいんだよね。なんかそういう編成を。だからどっちもできますよね。例えばスイレンのライブにあゆむくん1曲乗っかってもらうとかもできるし、たかたかさんのライブで俺が1曲聴くもできるし、うん、確かに4人一緒っていうのはちょっともしかしたら難しいかもしれないけど、まあ、スタイルとしてはどっちもできそう。確かに。ちょっと相談しましょうか。相談しましょうか。全然。はい。皆さん、だからそんなのも見れるかもしれないと。わかんないですけど。はい。わかんないですけどね。まあ、この日じゃない日にやるかもしれないし。まあ、わかんないですけど。まだわかんないですけど。わかんないけど。まあ、いろいろこう、夢は。尽きないですけれども、はい、本当に、今週来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃあっという間だったな。あっという間でした。たかたかのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。夜の向こうで世界の終わりでまたね、こうあんなる方ということで、ここからはスレアジのいつもの人気コーナーに移りたい。人気コーナーってかさ、コーナーねえじゃん、そんなに。マジで。いやいやいや、あるんだよ。あんの？あるんで、これから増えていくんだから。あ、そうね。わかんないけど、うん、人気コーナー。コーナーの量ねえよ、そんなに。レン君のお悩み相談のコーナーです。はい、イエーイ。こちらのコーナーの説明をお願いします。レン君のお悩み相談コーナーはですね、スレラジの視聴者さん、リスナーさんの皆さんのですね、お悩みに私レンが100点満点で回答する、うん、コーナーでございます。特に恋愛系のお悩みに関しては、120点、130点と点数が出やすいと、自称で言っておりますので、どんどん送っていただきたいなと思う次第でございます。はい、ということで、はい、早速ですけれども。いや、名言が飛び出してますから、このコーナーから。真の酒好きになれられ。お城に行こう。真意を聞け。似てくるまで愛想。打席に立て。
名言が飛び交う、はい、相談コーナーですけども、スリラジ始まってからもう名言の数々がですねこのコーナーから生まれ、そして数々のお悩みが解決され、まあ平和に、日本が平和になると最終的に、はい、もう全部自称ですけど、そうですそうです、はい、いや目がキラキラしてますけれども、うん、まあ最終的に、ね、僕はやりたいのはまあ日本の国民の皆さんを幸せにするってことなんで、はい、うざいな、そこまで考えてこのコーナー始ま走らせてるんで、そうだったんだ、はい、そうですもちろん、いや俺なんか国民のみんなの笑顔が見たいっていう、あ俺そんな志でこれやってると思ってなかった、はい、いやそこまで考えてるよだってもちろんだって、はい、OK です、じゃあ国民を今日も幸せにしていただきましょう、はい、もちろんです、お悩み来ております、ペンネーム本当に来てる、はい、いやだから毎回聞くじゃん、マジで来てんだって、お前作ってない作ってねえよ、ね、作ってない、俺そこまでこの、ね、このコーナーを存続させたいと思ってないし、別にもう俺ちょっと嘘だと思ってるんだけどいやだからなんか何週間かに1回ぐらいね、来てくれてるんですよ、うん、いや嬉しいっす本当に本当に、うん、じゃあ行きましょうか、俺あのマッチングアプリやってた子のあれが気になってんだよな、あやってないか、やってはいないのか、やるかやらないかみたいな、うん、そうだね、だからあのみんなあの悩み相談した後の報告とかも欲しいけど ね、うん、彼に出会いがあったらいいなっていう、ね、確かにね、うん、あとなんか仕事の悩みとかミルクボーイさんだね、あミルクボーイさんあとペットショップの子とかもね、ペットショップの子気になる ね、どうなったのかとか気になりますけども、うん、今回の今週のお悩みは、はい、ペンネームリンゴさん、はい、20代女性、おおい、おいもう絶対やるじゃん、うん、いきます、8個下の、はい、高校生から。お、結構ディープなの来た、これ。いやー、そうかもしれないね。8個下の高校生から告白されて。ちょっとメモしてる。メモ取ってる俺今、うん。高校生から告白されて、どうしたらいいか悩んでます。おー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 。その人とは話しやすいし、うん、人柄も好きですが、さすがに年齢差があるし、うん、その子が早生まれということもあって、早生まれ、うん、ギリ。うん、未成年なので、なるほど、未成年でどっちかな、20以下それとも18以下かな、どっちだろうね、今は 18だよね、今ね成人ね、かなだから10、はいはい、ギリ未成年だから17とかなのかな、そんな可能性あるってことだね、うんうん、断った方がいいのか、うん、自分でもよく分かりません、はい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 、アドバイスください、はい、でこれはなかなかな、いやでも、うん、面白いっていうか興味深いっていう意味ね、面白いってそのふざけた意味じゃなくて興味深い質問だなと思ったんで、まあ今回取り扱おうと思ったんですけど、はい、あのね、まあちょっと状況がねはっきりわからないんで、うん、あのなんだろう、軽はずみなことは言えないんですけど、まず告白のその種別は知りたいんだよね本当は、あ付き合ってくださいなのか、そうただ好きですみたいな言われて、うん、その要するにさ、あの先生パンチみたいな告白があるじゃん、たまに気持ちだけ表明するパターンのやつね、そう一番ずるいやつ、ずるいやつね、そうでも大人になってくると好きです、お付き合いしてほしいですか、うん、健康結果、健康じゃねえや結婚を前提にお付き合いしてほしいとか、あの普通にお付き合いしてくださいとかって、うん、やっぱりその結論をちゃんと言わないとダメだってことに気づくんだけど、うん、まあ今これギリ未成年の可能性が18歳なのか、20歳以下なのか18歳以下なのかちょっとそこは分かんないんですけど、うん、まあ下手したら17歳とか19歳っていう可能性がある子だ、この告白だから、うん、どこまでその確信の告白なのかなっていうのがちょっと分かんないんですよ。そうだね。そう。だから、まあ仮に大前提、好きですと、うんうん、お付き合いしてください。だとしよう。うん、一旦ね。一旦しよう。うん、そうしよう。うん、で、したときに、まずは、一番はね、もう一番ですよ。一番は、やっぱり自分の気持ち優先が一番いいと思う。なるほどね。うん、年齢は関係ないです。はいはい、はい、はい。これは別に、お付き合いしちゃダメとか、そういうルールはないんで。うん、ああ、そうか。例えば法的だったりとか、ないよね、それは。お付き合いは大丈夫だよね。お付き合いは、そのなんか、そうなんじゃない？その、あれ。ご本人同士の、その、きちんと意思確認ができていれば、お付き合いは大丈夫ですよね、別に。うん、おー、と、そうなんじゃ、なのかな、うん、だから、その、いわゆるその行為をしなければっていう。交際することは多分、全然未成年でも大丈夫だと思う、うん。だって別に中学生同士のカップルとか、ここいるわけじゃないですか。で、多分ね、それは、その、要するにお互いの意思確認がきちんとされていれば大丈夫だと思うんですよ、おそらく。で、ごめんなさい。もし間違ったこと言ったら本当に申し訳ないです。僕も、すべてをそういうね、把握してるわけじゃないんだけど。でもさ、みんなのさ、恋愛の悩みにさ、120点、130点で答えるぜってさ、自負してるんだったら、そんぐらい調べとけよって話だよね。うん、どうしたんだよ、急に。いや、マジで。どうしたんだよ、急に。急に反省するじゃん。恋愛関連とか、男女関連の知識は全部入れとけよって、うん、今俺自分に思ってる。ああ、今喋ってる過程でそう思ったんだ。だから、うん、
この質問は本当に嬉しい俺は。おお、うん。自分の成長につながるから、まあきちんと調べとくけど、でも多分そのきちんとちゃんとお互いがね、確認が取れていれば、あのお付き合いすること、要するに彼氏彼女というあの立場になるってことは僕は多分大丈夫だと思うんです。確かに。だからまあ変な話8個なんて大人になったら全然あるんですよ。全然あるよね。全然あるんですよ。20歳超えてね、例えば30歳の人と38歳の人とか、例えば25歳の人と32歳の人とかいくらでもあるじゃないですか。あるね。うん。で別にそれが女性が上だからとかないんですよ。ないね。別にそのパターンだってあるし。あるある。20個とかさ、十何個とかも全然あるわけ。あるんだよね。これが。だからそこはね本当。本当にあんまり年齢っていうよりはあのその子のことをどう見るかだと思うんだよね。やっぱりまだ子供だなって思っているのか、それともきちんと告白してきて、あの一人の男性としてね、あの私にぶつかってきてくれるんだったらきちんと答えたいって思うのか、そこだと思うんですよ。はいはいはい。あとは単純に自分が、そういう、まあ、パートナーとして見れるかどうか、あのそこだけで決めて俺はいいと思う。なるほどね、お付き合いするかどうかに関してはね、付き合うっていうこと自体はね、そう、ただその後のその付き合った中でね、そのいろんなことをしていく上でそういうルールに関してはちょっと俺は今ここでは、あのなんだろう、絶対こうとはちょっと分かんないから言えないけど、ね、まずその告白に対しては僕は自分の気持ち優先でいいかなって思うけど、なるほどね、しかも別に付き合ってからその成人するまで、そうそうそう、またそう時間経ってってパターンもあるし、待てるもんね。そう、だからやっぱ気持ちの部分ではお互い好きですだとしたら、好きですって伝え合うのはいいんじゃないかってことだよね。全然いいと思う。うん、すごくむしろね、なんかどっちにも僕は勇気もらった。おお、そのだから告白する男の子にも、うん、だってさ自分がさ、10代18歳とか17歳の時にさ、8個上のお姉さんじゃん。確かにね、お姉さん、めっちゃさ。いいよな、でも憧れるよな。ちょっと憧れるかも ね、やっぱり。自分が高校生の時だもんね。20だって、まあ5、6とか、わかんないけど、ぐらいの多分女性ってなんか多分みんな素敵に見えると思うんだよね。確かに、確かに、うん。うん。で、多分まあ何で知り合いなのかわかんないけど、ね。いや、よく行ったなって感じ。確かに。いや、結構勇気いると思う。いるよね。ああ、いると思う。同級生に告白するのと違うぜ。全然違うと思う ね。うん。いや、だからすごいね、いいなと思ったし、なんかこれを送ってきてくれたのもすごい嬉しくて。確かにね。うん、だからまあ、まずはね、やっぱり自分の気持ち素直が一番だと思う。うん。うん、もうそれに尽きると思う。で、その後のことは、いろんなさ、今って別に、本当に、例えばネットでね、いろんなことすぐわかるし、調べることもできるし、まあ、お互い相談したりとか、あとは本当に不安だなって思ったら、例えば、まあ、そこまでやるかは置いといては、その相手の、要するに8個下の、男性の、例えば両親にも一回ちょっと、ご挨拶をしてね、まあ、そういうふうに言われたんで、私は、なんだろう、まあ重いかもしんないけど最初から、でもきちっとするってそういうことじゃん。確かに。だってそうすればご両親の許可も取れてるから別に未成年でも大丈夫だよねとか、いろんなやり方があると思うから、僕はなんかね、一旦まずは自分の気持ち優先っていうところでいいと思いますよ。いいと思います。何、リンゴさん？リンゴさん。頑張れマジで。頑張ってくれ。うん。そうだね。なんかいい答え出たね。出るよ。だから言ってんじゃん。だから。120点30点で恋愛でしょ、これ恋愛関係でしょ、確かに、うん、出るのよ、いい答え出たな、なんか出ちゃった、出るんだよ結局、なんかそっか、いい答え出ちゃった、そうなんだよ、何度もちょっと悔しそうな出した方がいいだろ、いい答え、いや確かにね、ラジオとしてスレラジとしていいだろ、その確かにね、うん、そりゃそうだね、うん、俺がクソ適当なこと言ってたら困るだろ、確かに困るね、確かに、リンゴさんということで、自分の気持ちに、いやこれはでも事後聞きたいかも、ちょっとね、どうなったらかもしれない、聞きたいな、できれば欲しいです、ね、だからもしかしたらそのスレラジで取り上げてほしくなかったら、あ全然取り上げてほしくないって最後に入れといて、ありでも俺たちは知りたいから教えてよっていうのを皆さんに言いたい、ありあ、それ言ってい, いね、だからそれなじではちょっと明かさないでほしいけど、うん、ホームホームでこういう風に育ちたものなんですけどこうなりました、うん、かっこやめてねって番組では扱わないでね、全然ありでね、全然ありなんで、全然あり、全然、はい、うん、そういうのも待ってますけれども、はい、よろしくお願いします、はい、ということでお悩み相談、いや引き続きだね、はい、国民をまた一人作ってしまったレン君、そうだね、これ何回必要なの、1億だから3000回ぐらい必要ってこと4000今何人の日本人1億、そっか、うん、まあそうだね、いや果てしないですね、果てしないですよ、はい、まあでも頑張ってね、一人ずつ一人ずつですよ、うんうん、音楽を広めるのと一緒、一緒だね、いいこと言ったね、いいこと言ったね、どやどやいいこと言いましたか、はい、ということで、はい、今週も引き続き、スレラジ、恋愛、あれ相談じゃない、レン君の、はい、相談コーナーでしたけれども、はい、皆さん、まあ、レン君の恋はまず恋愛から来てるんで、あそうだったっけ、スイレンの恋ってそういうことなんだっけ、スイレンの恋は恋なんで、はい、勝手
手になんかどんどん設定作ってくじゃん。はい。そうだった。そういうことなんだ。ああ、そうだったんだね。はい。そうです。まあ皆さんぜひ相談したいこと、YouTube コミュニティの方に応募フォームがありますので、はい、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、スイレンのスレラジシャープ9、はい、そろそろエンディングなんですけども、早い早い、もうあっという間だね。あっという間でしたよ、もう毎週毎週あっという間ですよ、久しぶりにミュージシャンがゲストコーナーで出てくれましたけれども、はい、いやよかったね。よかったですね。たかたかね、なんかたかたかとはなんかちょっといろいろまた絡めたらなとは、うん、いやだからね、そのさっきも言いましたけど、あの2人ともお話しましたけど、セッションね、うん、したいよね。したい、ね、楽しみだよね。楽しみですよ、ところで、はい、レン君、今週のサブタイトルは、はい、決めましたよ。お、ちょっとね、今週はね、もうこれしかないと思って。はい。はい。いきます。はい。今週のスレラジサブタイトル。はい。バンド名は慎重に考える。これでいきたい。間違いない、はい。間違いないですよね。それはそうだわ。はい。それはそうだよね。慎重に考えなきゃ。慎重。今気づいたけどさ、はい、あの二人も、はい、高田さんと高瀬さんで、はい、高田じゃん。はい。俺たちも一緒なのよ。一緒なのよ。そうなの。スイートレンですよ。だから、まあ、要するにふざけた付け方だよなっていう。だから、これは皮肉も込めてね。自分内の皮肉も込めて。確かにね。はい。はい、あ、ユニット名にしとこうか。でも、高田さんもね、うちもユニットなんで。はい、ユニット名は慎重に考えよう。確かに。はい、これでいきましょうか。慎重に考えましょう、はい、皆さん。これを聞いてる若き、ミュージシャンのみんな、あの、ミュージシャンを志す者たちがもしいるとしたら。そうだね。ユニット組むときは慎重に考えようと。そうだね。これでもしさ、もしだよ、もしスイレンも高田もね、こう、あの、飛躍できずに散っていったと したら、あの、この回伝説になりますから。確かに。これだよ、原因。確かに。うん、で、これが俺のせいにしようって。確かに。マジで。確かに、みんなね、礎にしてくれ。はい、俺たちを礎にしてくれ。いや、俺な、俺、スイレンはね、やっぱね、むしろスイレンはね、あの、売れそうなバンド名からつけたんだけどな、そうだね、俺。名前から分けただけだもんね。そう、順番逆にスイレンが先にできてるから。そうだね、はい、順番逆なんだけど、ね。そうなんだよ。ということで、はい、告知タイムというか、はい、ちょっとお知らせをしたいと思うんですけれども、はい、まあ僕たち今アクツアーを回っているんですけれども、はい、まず4月の20日、はい、神戸アコフェスに出演させていただきます。めちゃ楽しみです、ライブサーキットイベントということで、はい、アコースティックの、まあ、ライブサーキットっていうことなんですけど、うんうんうん、僕たちはですね、17時50分から、おー、いい時間ですね。いい時間なんですよ。夕方のね、そう、いい、おしゃれなね、おしゃれな時間に、はい、しかも会場が、会場がザ・ロイヤルパークキャンバス、神戸三宮キャンバスラウンジ。絶対おしゃれ。絶対おしゃれ。もう絶対おしゃれやん。絶対おしゃれ。5時50分で、この会場でしょ、うん、絶対おしゃれやん。そうなんだよ、おしゃれなんです。もうおしゃれにおしゃれをこうぶち込んだみたいな。5時50分とこの会場で。確かに。そうだね。確かに確かに。おしゃれかけるおしゃれ。おしゃれかけるおしゃれ。来るしかない。これ来るしかないですよ。これ来るしかないですね。神戸の三宮の。いや、ぜひ関西方面のね、はい、方見に来てほしいですね。はい。この日はね、出演者もたくさんいるんで、あの、全然イベントとして楽しめると思いますし。絶対楽しいですね。はい、あの、ネクライトーキーのモッサさんも実は、あ、そうだね、出てますから、はい、あの、東京公演ではご一緒させていただきますけれども、はい、まあ、皆さんぜひぜひ。こんなおしゃれかけるおしゃれはもうお前タキシードで出るしかないんじゃないいやいやいや、タキシードでは出ないだろあ、スイがね、タキシード出るらしいんで、皆さん。いや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 、しかもちょっとなんかそのジャケットっぽいの着るつもりだったから、ちょっとややこしいんだよな。だからネクタイだけこう、あの、ピシってあの、いやいやいや、あのネクタイの、あの、あのシャツにして。しないんですよ、はい。ネクタイしたくなくてミュージシャンやってるみたいなとこまでありますから。まあそんな感じで、神戸アコフェス、ぜひぜひ遊びに来てください。そして1日空いて次の4月の22日は京都のモジョベ。これも楽しみだね。楽しみですよ。まあ全部言うんだけどね、これ。そうだね。あの、まあ、結局ね、あの、2月25日のリリースパーティーでご一緒したシベリアンの小山さんとか。楽しみだね。一緒なんで。そうだね。京都で小山さんとね、また日当たりと一緒にね、やれるっていうの嬉しいですね。嬉しいです。そして4月の23日は大阪、南堀江ネイブと。これも楽しみだ。楽しみ。楽しみ。これ3日間関西でね、はい、あの、南堀江ネイブはあの、多分ピアノ、生ピアノでグランドピアノライブできると思うんで、うん、あの、皆さんもしね、それ見た、その生ピアノでやるスイレン、まあ、いつもとちょっと違うと思うんで、やっぱり、うんうん、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、思います。そして、我が地元4月28日、はい、長野、はい、ライブハウス J で N ガノいやいやいや、 N ガノで、 N ガノ行くの、 N ガノでやらせていただきます。 N ガノ行くのか、SBC、クソ楽しみだよ。新越放送さんのですね、うん、富士潤さんの放課後ロックンロールという番組の、はい、ライブハウス J の J は富士潤の潤じゃないんです。あんま違うですね。
順さんの順ではございません。ではない、たまたまそこが一緒になってるっていう。なるほどです。楽しみです。楽しみですね。楽しみです。いや、俺も楽しみですよ。いや、地元で。はい。そして4月の30日、はい、東京。ここですね。東京公演ですよ。はい、今日出演いただいたゲストで出てくれた。はい、まあ、全てはこの日に向かってね。そうなんですよ。行ってますから。うん、たかたかも出ます。はい、渋谷の、グリッド。はい、で、僕たちのツアーはファイナルというか、はい、僕たちが勝手に言ってるツアーの、ファイナル公演が、はい、ございますんで。なんかいろんな人とね、こう、セッションとか、絡みがあるかもないかもみたいな。うん、ああ、いいですね。はい、そういうのも、見たいところでございますが、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、遊びに来てくださいということで、はい、また次回。なんと次回からまたね、面白い企画があるみたい。そうなんですよ、はい。コーナーというか企画というかね、はい、ちょっと面白いことやっていこうかなと思ってますんで、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、楽しみにしていてください。ということで、今週のスリラジもありがとうございました。ありがとうございました。またね。